こんにちは。名古屋セラピストオフィス、柴田敏夫です。今日もアロマテラピー1000本ノックをご覧いただき、誠にありがとうございます。ではまず、20秒のシンキングタイムをどうぞ。 それでは162回目の専門の句を見ていきます。今日は下肢の筋肉についての説問です。645本目、三角筋。三角筋はこの肩の部分の筋肉ですから上肢の筋肉になりますので、ペケになります。646本目、大腿四頭筋。これはいわゆる太ももの筋肉ですね。 ですから、丸になります。647本目、大腿二頭筋。これは太ももの後ろ側の筋肉ですね。ですから、下肢の筋肉としては丸になります。648本目、硬い三頭筋。これはふくらはぎの筋肉ですから、下肢の筋肉です。丸になります。 筋肉の名前についてはテキストをよく見ながら筋肉がついている場所とその筋肉の名前をぜひよく覚えてください。特にアロマセラピストの試験を受ける方は筋肉の部位と名前はこれは必須ですからテキストを何度も見返してよく覚えてください。はい、それでは今日はこれで終了になります。 私のブログとこの YouTube 動画を合わせてご利用いただけますと、あなたの勉強の効率がさらに高まりますので、読者登録、チャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。